どうも、大悟です。今回はですね、パワハラとかモラハラとか、まあ、いわゆる上司によるですね、虐待っていうのがありますけども、上司に虐待される確率が2倍になってしまうやばい行動っていうのがありますよってことがですね、見つかっておりますので、これをですね、ご紹介したいと思います。はい。まあね、モラハラとかパワハラってね、きついですけど、残念ながらですね、組織心理学とかですね、そういったですね、ジャンルのですね、研究でもですね、やっぱり上司に逆らうのは無理ってことが分かってるんです。上司に逆らうと、やっぱどうしてもね、出世が遅くなったりとかするんですよ。上司に逆らえるのは、それより上の上司がですね、味方になってる時だけなんで、そういう意味で言うと、まあ、組織構造ってそういう風になってるんですよね。しょうがないんですよ。でもですね、やっぱりね、出世してこうっていうですね、のもありだと思うんですけど、やっぱめんどくさいじゃないですか。でもできれば楽にですね、行きたいと思うし、でも上司から虐待されたくないしと。で、実はですね、これ、虐待されやすくなっちゃうですね、行動っていうのが科学的に判明してるんですよ。で、これだけやめてあげれば、上司に虐待される確率はですね、2倍差があるので、だいぶ減ると思うので、今日はですね、そんなパワハラやですね、モラハラを受けやすい人の特徴についてご紹介したいと思います。で、このチャンネルではこういうふうに様々な心理学やですね、科学の知識を皆さんに解説するということをですね、毎日やってますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、今日ご紹介する研究、2018年ブリティッシュコロンビア大学がですね、行ったですね、研究が元になっております。はい。上司と部下のですね、関係性を調べた研究になります。どういうことをしたかというと、例えば、上司のですね、プライドのレベル、自尊心のレベルと、部下に嫉妬を感じたことがあるのかっていうですね、ことをですね、調査したと。で、2つ目のですね、調査では、上司からですね、部下が虐待を受けた経験があるかと、パワハラとかモラハラを受けた経験がありますかってことを調べたというですね、研究になっております。ここで言う虐待っていうのは、まさにパワハラモラハラですね、怒鳴りつけるとか、あとはですね、公衆の面前で非難するとか、仲間外れにするとか、そういったネガティブな手段で部下をコントロールする行為のことを一応虐待というふうに言ってます。まさにパワハラとかモラハラですね。でですね、何が分かったかっていうと、面白いことにですね、普通に考えると、上司が部下に嫉妬した場合ってモラハラパワハラが起きる可能性ありますよね。例えば女性の社員だったら、すごい綺麗な女性が入ってきたとしましょう、会社にね。で、それで、他の上司とかにチヤホヤされたりとかしてね、で、仕事もまあまあできますというふうになった時に、あの女だけクソみたいなね、あ、画鋲入れてやるとかですね、もうなんかね、そういうもうなんかね、やばいことが起きたりとかする可能性があるわけですよ。ところがですね、まあ普通に考えたら嫉妬心が高い方が、ね、そういうことって起きそうですよね。あるいは、パワハラモラハラでいうところの、あんまり仕事しない上司とかがですね、ちょっと仕事ができたりとか、した部下とかですね、ちょっとですね、英語ができるとか、仕事を持ってきた部下とかをですね、嫉妬してですね、いやお前の仕事の仕方は甘いみたいな感じでいちいち文句つけてきたりとかですね、なぜかちゃんと仕事してるのに、細かいことグダグダ文句言ってくる場合ってありますよね。これもまだある意味嫉妬心なわけですよ。自分よりも仕事ができるとか、自分よりもいい状態にいる部下とかをですね、やっぱり嫉妬するってことが多いとっていう風に思いますよね。つまり嫉妬心が、その部下を虐待するパワハラとかモラハラの影響になってる可能性が、高いんじゃないかという風に思うんですが、実際はですね、上司の嫉妬っていうのは、この研究で明らかになった面白い点なんですが、上司の嫉妬は必ずしもパワハラやモラハラと相関してなかったんですよ。むしろ嫉妬の感情を抱いた上司が、その感情を乗り越えるために、よし、俺もちゃんとしなきゃな、部下がこれだけ頑張ってるのに俺もちゃんとしなきゃなっていう風にですね、スキルの向上に使う人も多かったんです。だから嫉妬は悪者ではなかったんですよ。ところが、ここから先が面白いんですね。この嫉妬の感情だけではならないんです。でも、この嫉妬の感情にある条件がくっつくと、めちゃくちゃパワハラモラハラが増えるんですよ。具体的に言うと、こういうパワハラモラハラ行為、虐待的な行動を取る確率が2倍に増えちゃうんですよね。そう、これどういう、条件かっていうと、なんとですね、上司から見た時に部下が有能かつ冷淡な場合です。はい。どういうことかっていうと、つまり仕事ができるんだけど愛想がない部下のことを、上司は虐待するんですよ。つまり嫉妬心と愛想がないっていう、嫉妬心を部下に対して感じるぐらいの部下の有能さ、ある程度の有能さプラス、ね、愛想のなさ、冷淡さ、これが揃っちゃうと、部下がですね、虐待される確率っていうのは2倍になるんですよね。ということはどうなるかっていうと、上司からですね、パワハラやモラハラを受けないようにする、虐待を防ぐにはどうすればいいかとですね、これですね、上司からのですね、嫉妬を、まあ、受けるのはもうこれどうしようもないと思うんですけど、嫉妬ですね、受けてると、あるいはですね、自分がなんかうまいことした時には自分の成功をひけらかす必要はないんですけど、隠す必要もありません。隠す必要をするか、協力的な姿勢をですね、見せたりとか、あるいは愛想の良さとかを見せるとか、全然ね、いいんですよ。例えば、上司の武勇伝とかをですね、ちょっと覚えておいて、
いやでも先輩がこういうことしたって言ったんで僕何できることはないかなと思っていろいろやってみたんですよみたいな、 ありがとうございますみたいな、先輩したらじゃあ今日僕ちょっと働いたんで、ね、あの今日いっぱい送ってくれませんかみたいな、つまりちょっと可愛げのある部下をですね演出するわけですね。そう、つまり仕事ができる人間ほど、もっと言うと仕事をちゃんとしている人間ほど愛想を良くしとかないとパワハラやモラハラに遭う可能性が高くなりますって、そういう話なんですよ。だからね、よくね、あの美人で、ね、あの仕事ができる女性が叩かれたりとかしますけど、こういう場合もやっぱり甘え上手になっておかないといけないんですよね。めんどくさいと思うんですけど、だからパワハラモラハラが起きる条件っていうのは、上司がに嫉妬されているということプラス、その上司に対して冷淡な行動を取ったりとか、愛想がないような行動を取ってしまった場合、こうするとパワハラモラハラ確率は2倍になるんですよ。でこれ、じゃあ愛想振りまくのめんどくせえよっていうふうに言う人いると思うんですけど、すいません、組織の中にいる限りはですね、その組織から出ていくか、もうその上司よりも上に上がるか、それか、愛想をですね良くしてパワハラモラハラを防ぐ以外にはですね、手立てがないんです。だから僕はそうですよ、僕は愛想振りまくの嫌だったんですよ。愛想振りまくの嫌だから組織の中に入るのも嫌だったから、僕中学校とかですね、高校ぐらいの時から僕部活入ったことないんですよ。あの先輩後輩関係ってのが嫌すぎて、愛想振りまくの嫌だから。で、ね、大学出てからもですね、やっぱりまあ大学でも上下関係になるようなサークルには入らなかったし、大学出てからもですね、企業に就職すらしてないんです。なぜかというと嫌だから、そういうのが。だからそういう人間は自分で一人で独立すればいいと思いますよ。でもそれが無理なら、愛想は良くした方がいいと思います。あの表面上でもいいから、ということですね。なかなかね、ひどい話ではあるんですけど、でしょうがないんですね、組織って。でこの、組織のですね、このしょうがないっていう風なことを諦めて受け入れるのではなくて、この組織のしょうがないですね風潮をうまく利用していくってことがすごく重要なんですよ。で、これどういう風に利用していくかってことをですね、まとめてくれたちょっと面白い本がありまして、これ2冊ご紹介しておきます。両方とも同じ人の本です。1冊目の本は番組タイトル下の説明欄に、両方とも入れておきますが、1冊目の本はですね、権力を握る人の法則という本ですね。組織の中で権力を握ってですね、快適に生きるためにはどうすればいいのってことがまとめられている本になります。これが1冊目の本。2冊目の本は、組織の中で上がってきたい人にですねおすすめ、している本です。悪いやつほど出世するっていうですね本ですね。これ何かというと、組織の中で出世していったりとか権力を握っていくには、どうすればいいのかってことをですね、まとめてまして、あの悪い人ほど出世、悪いやつほど出世するとですねタイトルに込められている通り、あらゆる手法を使って上に上がるにはどうすればいいのってことをですねまとめてくれてるですね科学的な本になりますので、ぜひチェックしてみてください。で今日の続きの動画なんですが、まあね、でも権力を握りたいとまでは思わないと、あるいは上に上がってきたいとも思わないか、まあ、なるべく上に上がった方がいいんですけど、まあ、そこら辺はですね個人の自由もあると思います。じゃあせめて上司にパワハラモラハラを受けない、あるいは嫌な仕事を振られないようにする、あるいはちょっと失敗とかをしても多めに見てもらえるような働きやすい環境を作る、働いてもですね面倒くさかないような環境を作る方法ってないのかと、権力まではいらないんですと、そういう人のための動画をですね今日はですね続きの動画としてまとめてあります。今日の続きの動画はですね番組タイトル下の説明欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。続き、働きやすくなるための上司を操る7つの話し方というですね動画になります。これノースウェイサン大学のですね研究をもとにして、働きやすくなる環境を作るためにはやっぱり上司コントロールっていうのがですね必要なんですよ。でこの上司をなるべく短時間で手間をかけないで、コントロールするための喋り方っていうのをですね7つにまとめて、くれた研究があるので、この7つのですね、話し方のですね、テクニックをご紹介する動画になっております。ぜひですね、ね上に上がりたい人、上がりたくない人、どっちの方にも見てもらえるんですが、とりあえずねやっぱり働きやすいですね、環境を作るにはどうすればいいのかということをまとめてありますので、ぜひですね続きの動画チェックしてみてください。それでは続きの動画、働きやすくなる上司を操る7つの話し方でお会いしましょう。続きコメント欄の方からどうぞ。それでは。